まこなこです。さて今回ストーリー3やっていきましょうか。これどうやらパッと見たらなんかものすごい厄介な条件が3つぐらいあるので、まあ2つかな。この真ん中は単純になんか山々が連なってるっていうね、端の方、それだけなんだけど、なんか最初から戦争状態になるとか、またユニットが狂乱状態というものになってというものもあります。難易度はノーマル、いきましょう。さていつもと同じくこの人間のユニット、さてどうなるか。結構厄介な条件だったんでね、まあ、いろいろ書いてあるのでちょっとここら辺はパッと見で終わらせましょう。うん、何か探してるみたいな話になったけど、このなんとかのカルデラ、そこに対して、まあ、行きましょうになっている。さて早くも敵がすぐそば。この 30% の確率で狂乱というものになって、狂乱になるとなんか味方同士攻撃しまってしまう、味方を攻撃してしまうみたいなねところがあるので、まあそこら辺すごく厄介だと思うけど、さて多分これを倒そうになるのかな。ギルダーコイルとその力について教えてくれ。ギルダーコイルとはその痕跡、発見したゴディール、まあ何かやるとメリットがあるんだけど、マップ上にいる他の全プレイヤーのロケーションを明らかにする。マナを失うが全プレイヤーのロケーションと、クエントン周辺のマップの大きな範囲を明らかにする。クエントンというのは何か分かんない。うん、これマナ失うけど、この、さらに全プレイヤーのロケーションプラス何か、より、広いところで分かるっていう話になってんで。クエントンっていうのは自分の拠点か？まあ、これ真ん中でいいでしょ。うん、今、広がったね。さて、このようなマップになっていて、敵がたくさんいる。多分ここら辺は、うん、なんかこういうところが最初から戦争状態になるとかいうものだと思ったけど、どうやらそうじゃないっぽいね。戦争状態にはなってない。で、1、2、3、4、5、5つの勢力がいる。まあここら辺まずささやきの石与えといて、ここも与えといて、自らの拠点にも、ああそっかそっか、1個足らないか、片方外しておきましょうか。また即座に用意はできると思うんで。で、内政保管庫から、これは弓あたりから、もしくは偵察兵だけど弓でいいでしょ。で最初130100、こちら側からいきましょう。うん、問題なく。ユニコーン早くも、ユニコーンの効果が何なのかわからないけど、これユニコーンなんで乗れない？え、今手に入ってなかった？ユニコーン。いや、ここに、あ、ユニコーン、ユニットとしてのユニコーンか。なるほどね。どういう効果あるか。使用者が対象マスへ移動する。あと防御とか、ローメンテナンス、維持費が減少とか。うん、入れていきましょう。さて、石膏、まあ、ほぼほぼもう見終わってて、多分、まあ、右側ちょっと見えてないか。あんまり他のプレイヤーと敵とね、接すると良くないと思うので、少し時間が欲しい。まあ、こんなところでいいでしょう。さて最初、これ修道院は建物の修道院が作れるってことか。やっていきましょう。うん、ここに何かある。ここにも財宝か？財宝がある。ここは？これは、マナの宝庫か。これ一旦待つかどうかの問題がある。
行ってしまいましょうか。さすがにヒーローが倒されるってことはねないと思うので、とりあえずこんな感じで支配者レベルアップ、まずは作物かもしくは生産の方上げましょう。でターン終了。また今回も序盤だけある程度やった後はポイントポイントね、要所要所を見ていくような形で進めておこうかなと思います。お金もいいけどまず石膏で生産上げましょう。こちらが先取りに行ってと思ったけど、敵いるんだれば、ちょっと丁寧に最初はここら辺倒しながら、多分変に前に行ってしまうと他の勢力とぶつかって辛い状況になりそうなので、まあ、ここら辺内容は見れないか、まだ場所は分かっているけど、厄介な条件があるけど、まあ、それがどうなるか。さてここは普通に去らせるか。お金を失うが防衛者ユニットを獲得、まあ、100で買ったと考えれば悪くないと思うんで、ネズミ型の防衛者ユニットを獲得している。まあこの右も敵がいる可能性あるから、あとこれ取れる？アイテム取った。ここでユニット誕生、さらにユニット、最初は9兵でいいか。でお金絡み、あーこれ即座にできてるね。さて最初特段今はやらなくて大丈夫。ささやきの石が早めに欲しいので、ここら辺を取れれば。でまあざっくりだけど、ここら辺に新しい都市か。でここは地下通路あるんで、そこら辺狙って敵いるよね。まあ、この敵倒したら西側行きましょうか。まあ、西という表現おかしいか。こっち側は東になっている。反転させるんで。で、修道院作り終わった。修復の杖か、先に聖職者を雇えるようにしておく。これ、今までわからなかったんだけど、一旦これやった後も即座に使わなくてよくて、プールできるので、ずっと維持できるので、即座に使えるような状況ね。それ知らなかったから、今まで辛いね、戦いがあったけど、それを把握できたので、これ準備完了、この状態でずっと維持できるので、多分何かデメリットみたいなものはないとは思うけど、これで誰も倒されずに、石膏はもうちょっと右下見て、他のユニットは戻しましょうか。右下やるか、上の方ちょっと先に頭を押さえるような形で領土広げるか。軍隊の回復、これがね、ここをしてしまうと使うような状況になるけど、キャンセルしてこの右下でターンを終わらせればいいんで、これでずっと移住ができる。これ知ってると知ってないとではなんか段違いでね、回復能力を維持できるってことになるから、危なくなってから使えばいい。これ倒すかどうかだけど、ほっといていいか。またあと暇になったら来ましょう。さて行商人、こっち側は前線の部隊、移動忘れてなかった今大丈夫か。さてヘルドンとの出会い、
これヘルドンと戦争の最中にいますと。ヘルドン、これか。さっきささやきの石与えたけどダメだったってことか。多分出会ったからダメだった可能性がある。となるととっとと倒すか、もしくは西側行くかなんだけど、西側にちょっと一個拠点は作りたい気がするので、そうそうね襲ってくることはないでしょうということで。だって聖職者ボーナスもいいけど、国葬の方で領土の拡張早めましょう。特にもう何もない。うん、ささやきの石が帰還した。戦争状態になってしまってる。この出会ったら即座に戦争になるというのが、このマップのポイントらしいので、まあ、ヘルドンを取れるんであれば、ここから領土拡張というのも悪くないと思うけど。さて、さらにユニット、聖職者。あとは拡張が可能。もうこれ上には行けないから、ここお金取りましょう。聖職者を雇えるようになった。さて次の研究、まあどれがいいかとかがわからないからね、この辺りは序盤は特に。一旦全部ちゃんと全部確認したいなとかね思ってるんだけどね、どこに何があるかとか。そこまでの余裕ないんで。これはまた出会ったね。北東側というか、右上側にいた部隊。さっきささやきの石与えたけど、多分戻ってきたでしょ。うん。石が帰還した。だから即座には攻めてこないと思うので、今のうちにガンガンと前の方行って。まあとなると、まあ、次のもう一個の都市作るまでやって、その後はまた流れだけをね紹介するような感じでいけたらと思います。うん、ここ取って報酬、腐敗のローブ。これ武器か、武器だな。槍のままでいいかなとか思っちゃうから。これはモンスターが囚われている。モンスターが仲間に加わる。さてなんか画面おかしくなってるぞ、大丈夫か。となるとユニット向かわせたいね。ここら辺でね普通に考えて、まあ、ヘルドンあたりは壊してしまってもいいし、でここら辺は水辺、水か何か分かんないけど、溶岩か、多分通れないと思うんで。さて続いて城をやっときましょう。もう一個スキル、ここでささやきの石もらえるけど今は必要ないんでね。となると、あ、特に必要なスキルはないように思う。まあ、ここら辺今から都市建てるんで、都市が早くね建てられるという要素を得ておく。おっと、まあどこか、これは自由都市なのかな。まあ自由都市じゃないな。で一つの勢力と出会ったけど、もうすでに戦闘状態。考え方プラスにするか、これは何も反応ない。考え方マイナスか、プラスにしましょうか。うん、目の前敵がいる。これは食料成長はしなくなるけど、6ターンの間、2ターン成長しなくて6ターンの間は知識を得られる。普通に排除でいいかな。まだまだ
拡張もしたいんでね。あー、ここに前哨基地作ってるのか。だからか。なんか早くに来てるなと思ったけど。で、この敵、これがやってくるんであれば、もうちょっとこの上あたり、ここじゃちょっと近すぎるか。左上まで行きたかったけど、がっつりとぶつかってしまいそうだから、悩ましいね。違うわ、下行く予定だったわ。さて次、市場あたりでお金稼ぎましょう。領土上に拡張できるけど、あんまり敵とも接したくないので。で、お金もいいんだけど、こっち側も敵がいるんで、消極的だけど、角目指しましょう。あれが動くかどうか。動いてくるね。さて、これマイナスになる。必要枠、これはクエスト受けるになる。栄称した心の糸の呪文、5分の0。それ使えってことか、5回分。これは、ギルダーコイル、ボディール。これは、全部達成すると、勝利となる。このゴディールってのは多分敵の勢力のことかな、こういう。5つぐらいあったはずなので。それのことかもしれない。さて。招集ポイントもらえる。知識をもらえる。もう一個は？安定性が上がる。知識のポイントもらって早めに成長させて、で、より上位のものを確保できるように。問題なく。で、これか。もう戦闘状態だから戦ってしまってもいいような気するけど、2部隊しかいないので、敵。ああ、次のターンか。早めにやっとかないと敵がユニット数増やすだけなので、修復の杖はユニットの維持費が下がる。さて防衛、ここら辺もねちゃんと確認しないとダメなんだろうけどね。基本的にもう防衛とか戦いとか分かりやすいね。能力上がるもの、これを選ぶようにしている。回復使ってもいいけどね。呪文使うか。あ、今心の糸というなんか呪文があったね。これで回復したので、で心の糸を5回使いだけか。呪文これの効果、ゴディールのうちに秘めた恐怖と野望について知る。うん、片方しかできないか。とりあえず軍隊の回復先に覚えといて、即座に使えるようにしといて。うん、今逃げたね。小さなアジトがあるけど、まあその前にこれも邪魔なので。あー、一部隊倒されたか。まあしゃあないか。弓のユニットが倒された。斧を手に入れている。ここで拠点作りましょう。即座に行くかどうか。一旦ぐらい待った方がいいか。で、聖職者が来たので、これでいい感じに回復できると思うけど。これ次のターンか。さて、生産。造幣局でお金かマナの方を先にあげましょうか。あと魔法使いの塔、こちら側もやっておく。その後鍛冶屋とか
そこら辺で。で、今度は野党法、防衛者。まあ、ここまで来れば、まあ、大体の内容分かったので、敵、こちらが前線があってとか、上の方にも、前哨基地があるとか。まず、ヘルドンとか、キンスレイヤー倒して、その後かなっていうところだと思います。では、ある程度また、何か動きがあるまで進めておきます。さて、心の糸が使えるようになったので、これ使ってみましょうか。これは、恐怖と野望について知る。あ、なんかもう霊体になったかのような。この闇の呪文を使ってゴディールの心に入り込むべきか。この2つのワードが出てきてもあれか。これ今いるこっちのキャラだね。カリッサに入る。これするとどうなるんだろう。向こうとの関係が上がるのかとか下がるのかとか。で、これクエスト。カリッサに立ち向かうことができれば、彼女は恐怖で身動きが取れなくなることだろう。アストラル界から、魔術師の毒を、誘い出しみたいな感じなのか？やるだけやっていきましょう。うん、この左上ゴディールが5分の2になってるってことは、やっぱりこういう敵が、2つほど発見という。で、心の糸を今1回使ったんで5分の1、多分この5と5が同じだから、全てのこうした敵ユニットに対して心の糸を使うことによって何かこの条件達成があるんでしょう。でゴディール倒すと5分のいくつかが増えていって、でまたギルダーコイル、これをやれば多分クリアで、ユニットを撃破、これをやればまた何か効果あると思うんで、ちょっとそこら辺も進めておきましょう。さて、この敵倒すことはできそうなんだけど、800で敵が、こちら側が1000なので、結構接戦になってるんでね。なので、ちょっと他で経験少し稼いでから戦おうかなと。さて、続いて、心の糸。もう一人。これにやると、まあ、何かしら2つほどの条件達成しようになっている。数が多くなると全部表示されなくなるんで、何を表示するかは選ぶ必要がある。うん、最終目標は特に表示しなくてもいいと思うんで、こんな感じで4つほど。さて、この敵がちょっと今逃げてるので追いつかない可能性があるんでね。うん、追いついてない。また次のターン待たないとダメなんだけど、今、敵がやってくる気配あるので、このヘルドンというのが。そこら辺をちょっとどうにかしないといけない。いやー、これ山の上行っちゃったんだけど、これ、一応移動はできるのか。だが、これ来てるんでね、このヘルドンが。こっち側に。これ倒さないと襲われるので、拠点が。今、ここに敵の部隊、結構多めに来てしまってるので。これは出てくるのを待つためにも先にこちら側やってしまいましょう。結構厄介な状況になっている。さて、敵が今目の前まで来ている。囲って倒しましょうか。うん、問題なく。ここ今6、2、2、10部隊、こちらが12、15なので、倒しに行くという手はね、ないわけじゃない。あー、ここの山の中入ったの想定外だな。どう対応すればいい。これはまあ下からおびき出すという手もあるけど、まあそうかな、下から行ってみましょうか。まあ、だがこっち側を先にやってしまうという手もあるんで、この左側の条件を達成すれば何かしら関係改善とかね、ありそうな気はするので、そこら辺悩ましいんでね、どうすべきかが。さて、ここ行ってしまいましょうか。ああ、包囲扱いになるのか。ここ時間かかるな。となると行きたくない。で、今敵が右側からやってくる気配、ここのキンスレイヤーから敵が寄ってくるっていうね話もあったので、一旦戻るか。これ寄ってきてくれてるんで、
これ倒して何か話が進むかどうか。あー、兄部隊倒された。さてこれでマナを使うと失うマナを、もう一個は HP が体力が大きく下がる。でもう一個人口とか失うけど、まあ HP 下がるでいいでしょう。これでこのキャラクターどういう感じになるか、考え方が下がるかプラスになるか、これはヒーローアイテムとかたくさん手に入る。これさ、このカリッサが仲間になるでいいのかな。どうなった？これいなくなったよね、右上で。発見したのが5分の2で、まあ倒したとかは表示されないのかな。撃破した5ディール5分の1。まあクエストを達成していけば案外なんとかなるマップなのかもね、これはね。まあ次左側、これも何か条件があったはずなので、この雄弁な果物、雄弁な果物はこれか？ここの可能性あるけど、マークついてるってことは。ちょっと次はここ目指しましょう。左側もほっといて。そしてカリスタが仲間になったけど、これ最初からもうスキルポイントたくさんあるんで、もうガンガンとレベル上げてきます。さて、まずこのヘルドンの場所。ここ今、縄文突破して、まあ、オートでいいでしょう。うん、誰も倒されずに。で、ここを倒し終わって、どうなったこの場所は。破壊か、征服した都市の、霊族か、吸収。自分の帝国へ吸収して支配下に置く。これ一つの都市扱いになるのかな？破壊でもいいけど、まあ、ここも足がかりにしたいけど、ちょっと周りが近すぎるような気はね、しないでもないんでね。まあ、だからここ、吸収、どうなる？まあ、2ターンかかるか。で、とりあえずこの奥、目指します。まあ、1部隊ぐらい置いといて、敵にね、対応してもいいけど。とりあえず移動やっときます。さて、今別勢力出会って、戦争状態になっている。あと、いつの間にかもう一個もなんか追加されてるね。今同時に出会ったっぽいね。うん。で、これで今5分の4見つけて、で、心の糸をもうすでに唱えられるので、片方やっときましょうか。まあ、どちらが近いか確認した方がよかったけど、まあ、どっちでもいいでしょう。これで、また何かクエストをやるんでしょう。あと、これは、破壊した儀式の魔法陣を3つぐらい見つけるのか、それともその場所に行くのか。一応マーキングがここ出てるので、まあでも結構遠いね。で、黄色いのがここか。まあ、もう一回心の糸やって、ちょっと待って、これ良くない良くない良くない。入られてんだけど。とりあえずここ、まあ、この一部隊だけでなんとかなりそうなんで、次のターン。で、ここら辺はもう。あ、でもここ終われば多分、左側この勢力いなくなる可能性あるので、ちょっとそこら辺様子見て、もうとりあえずここ終わらせましょう。さて、この辺り、敵続々と来てしまってる。で、今燃やされてる気配あったけど、これがどうなるか。オート戦闘。うん、倒しきって。え、なんか、終わんない？雄弁な果物を獲得できてないのかな？いや、いかにもな場所だったけど。雄弁な果物。これ別のキャラで行くと？ちょっと待って。ここ、条件達成できないとなると、結構厄介な状況になるね。左側何とかしないといけなくなってしまった。
さて今一斉にここら辺動き出したけど、まあまあまあ数は減ってるな。もしかしたらこれ領土の中に入れないとダメっていう可能性あるので、この場所ちょっとそこら辺どうなるか。となるとこれを一生懸命上に伸ばさないといけない。まあ二つだからなんとかなるか。ちょっと拡張も頑張りましょうか。さて今ここ到達。これで、うん、条件達成したね。スコールドユニットを獲得。これがスコールドって名前？違うな。経験を受け取る。このユニットが仲間になるのはこの下。なんか普通に考えてこれが一番いいようなね気もしないでもないけど、スコールドというのは何かしら悪魔のユニットとなってるが一番下。これでまあ2つ倒し終えて、でここら辺来ていたのも追い払ったとなってます。危ない危ない。じゃあ次はどうするかなんだけど、上の方この3箇所目指して進むことになりそう。あともう1個まだ見つかってないんで、あとは他がちょっかい出してこないことを願って、では移動とかやっておきましょう。さて心の糸もう1人4人目、まあ、どういうイベントが発生するか。何かしらユニット倒せになってるんだけど、結構遠かったな。こっち側がさっきやった3人目ぐらいの。ここか。4人目かなり遠いので、まあそこまでのんびりと進めておきます。まあ今現在このような感じ。あんまり変わってないけれども。さらに、とりあえず上の方目指してるところ。さてこれ最後の勢力今見つけましたね。で、これによって上5部隊分いるんだけれども、当然それをまた何かしらすればね。良くなる。火炎耐性の指輪。お金を受け取る。指輪かな？ではまたやりましょうか。心の糸。これで心の糸はもう全員分やったことになる。で、今5分の4って左上に書いてあったけど、これで5分の5になる。これ多分それが終わったから、ここの防壁。これが終わったから、このマナーを受け取るが出てるはずです。さて、さらに、溶岩の精霊ユニット獲得か。チャンピオンの胸当て。塩の精霊。あとは定権を受け取る。チャンピオンの胸当てでもいいけど、定権の方でいろんなことを覚えてった方が良いような気がする。まあ、これで、あと2つあるね。ちょっと見えてないのが。トラッキングやっといて。4つほどクエストがあって、まあ、この破壊された魔法の儀式と、あとユニット撃破。まあでもこれ2人分でね、まあ、最後倒さなきゃいけないのがこのキール・ウラノンってことになるのかな。うん、そこまでじゃあ、魔法の縁これあるんで、こうしたところを壊しに今行こうかというね、ところなんだけど、今手前側が、ここら辺の拠点倒しながら行ってるので、少し時間がかかってるかのような、そんな状況です。まあそれが割ればもう上一気に行けると思うんで、あとは左側から敵来ないこと願って。うん、大丈夫だね。では、進めておきます。さて、ここ、魔法園のところに今来てるんだけど、ここにも敵いて、ここにも敵がいる。ああ、今行くべきか。ここの敵が、フリッカという勢力。これか。まあ、どう考えても襲ってくる方、多分フリッカの方が襲ってくる可能性あるので、そちら側をなんとか対応やってから、この円取って、で何かイベント起こるかどうか。多分この魔法陣3つ、このうちの1つだと思います。さてこれ敵から襲ってきたね。で、これは、まあ、4か。そんな大したあれじゃないね。うん、あっさり倒して。あと上、この2部隊襲ってこない。襲ってこないならば、そこまでダメージ受けてるような感じでもないので、やってしまいましょうか、上の方、先に。おっと、何かしら。別の勢力。これが出てきたという話だと思う。で、今の場所。この場所。
これでまあまあまあ2倍ぐらいあるんで1人倒されそうだね。一部隊いるけど、まあそれも問題なく。ではこの辺りまたやっておきたいと思います。やってしまっても大丈夫かな、2倍ぐらいあるんで。うん、誰も倒されず。これで、まあ、残り2つ今文字が出たけど、そこら辺もやっていく必要がありそう。さてそれによってこれはグレムリンが姿を現した。これは関係ないのか、魔法陣と今のは関係あるかどうかわからないけど、まあ、いずれにしろ1つ条件達成、あと2つ。まあ1箇所2箇所あるんだけど、敵が来てる気配もあるから、そこら辺対応しながら、また右側のリズムホールも倒さないと厄介な状況になりそうなので、それも倒しておきます。さてここ魔法園のところオート戦闘でやってしまって、これで2つ目解放したので、あともう1個それで何かしらが起こるはずです。さてこの場所魔法園ようやく到達したので、結構長かったけど、うん、倒してこれでどうなるか、また目標達成となってます。これで悪魔との対面、うん、来てやったぞということで、うん、これはどれがいいんだ、対価が法外すぎる、普通のやり方で挑戦した方がいい、もしくは人口とかを失うが、何かしらまた考え方も下がるが、これはこのキャラが得られるでいいのかな。ゴディルの魂と引き換えに何か捧げる、軍隊を、まあ、召集もやらないので軍隊を捧げるでいいんじゃない。地獄の契約その後、まあ、こっち側の方が本命、この上の方ちょっとなんか顔が変わってるんでね、いつの間にかね。さてこれでお金受け取るかマナを受け取るか、うーん、マナ受け取っておくか。でどうなったんだろう、上いなくなったね。いやーちょっと結構厄介な戦いがずっと続いた。僕の方に行くにつれてもう手が打てないというか。で、あともう2つ、ここ1つ、あともう1つこれか、これなんだけれども、でも条件出されてるのも2つあるか、それぞれ、いや違うな、この1つをやらなければいけない。で魔法勝利も可能なんだけど、あれ魔法勝利可能なのこれ、魔法勝利、まあいくつかやれば達成っぽいけど、だからこっち側のストーリー系の方で達成したい。だがギルダーコイルというものがわからないので、まあとりあえずはこの2つはなんとか倒す方向でやっていって、まあ、その後また考えましょう。とりあえずここ目指します、不浄な野望。さて今天使化これ使えるようになったので使ってみましょうか。この種族がちょっとね、天使のこの天空のユニットタイプになったりとか、飛行移動これが可能になったりとか、またユニットの維持費が減少するとかあるそうなんで、見た目が変わって何かしらプラスアルファの効果が得られるとなっています。こんな感じで多分軒並みそうなったのかな。まあそんな感じだね。自分の所属に関しては全部輪っかがついてるんで頭に、まあ、それ以外はついてないけれども、これでまあ移動も多分しやすくなるでしょう。一つのねユニットまとめればね。さて今ここまでやってきたんですが、ちょっと上から行こうと思ったらここら辺に阻まれていけなかったというのがあって、この場所ね。で両方とも敵が守ってるんでね。で南側経由で今行こうとしてるんだけど、ここで大部隊と今戦いになってるところで、今できるだけ先に敵にダメージ与えておこうと思って、まあこれ直前に使ったんだけれども、もう一個これ使えるけど、あんまりいい効果ではない。
また一旦待たなければいけないんで、ちょっとここはもう戦ってしまいましょう。今一回使ったことによってこれだけ減らしたので、まあ、多分勝てるとは思うけど、これで、まあ、なんとかなったかな？うん、こちらが倒されることなく。さて、残りもじゃあ同じように倒して、で、ここら辺どこか制圧やって、敵をね、少しでも弱めたいなと、ここ二つぐらい部隊がいるような感じなんで。さて、ここ方位やってたら、多分、門から敵が湧いてきたのかな？これは、ワープで、多分やってきたんでしょう。まあ、転送装置もあるんで。一旦引くかとなると、こっち側も引かなきゃいけなくなるから、キリがなくなるんでね。もう結構途中失敗したこともあって、ここら辺の対応がうまくいってない。まあ全部引いて、でこの上の部隊をどかしてしまうと、もしかしたらまた西側からやってくる可能性あるので、ちょっとそこら辺が悩ましいんだけど、一旦全部移動向こう側にやって、一気に倒すような体制整えようかと思います。ここら辺で転送装置あるんで、そこでワープさせて。さて、ここでの戦い、オート戦闘でどうなるか。案外これでも勝てたりするので、まあ、勝った。で、ヒーローは生き残ってるので、これよしとしましょうか。もう一回来られると困るけど、まあ、来る気配はない。このまま囲い続けて何とかなりそうだね。ユニット、ここに一部隊ユニット補充できるのと、あとは、この召喚でまた、良さげなもの。できればグレード3のものを、うん、これグレード4、カオスイーター。ここで増やしていって、こんな感じでやっていけばこっちが何とかなるでしょう。で、下もできこなかったので問題なく、まあ、この2つ落として、さらに上目指して、ここ取って、で、ここ取れば、この場所を達成すれば、多分敵がいると思うんだけど、ユニット撃破、左上。こっち側はもう、多分仲間になってくれると思うので、まあ、それで一服かなと。で、最後、何か、ギルダーコイルというもの、これ発見しなければいけないとなってるけど、まあ、それはまだ分からずで。では、そこまでは進められそうなんで、やっときます。さて、再び敵が寄ってきたけど、これも案外、勝てるんじゃない？どんなもんだ？うん、こちら側生き延びてるんで、特にもうリーダーユニットがね、強くなりすぎてるんで、それでなんとかなってるかのような状況です。さて、今、この敵の本拠の近く来てるんですが、また囲まれて、だがこれもこっちがリーダーユニット多いから、なんとかなったね。しかもそこまでダメージ受けてない。この戦力結構互角だったけれども、それでもここまで圧倒的にね、勝てるというのもすごいものがある。というわけで、あと少し方位時間かかるので、この辺り小さいの倒しながら、いや倒せないか、これはまた別だね。ではのんびりと見ておきたいと思います。さて、今ここ敵がいるので、敵攻撃魔法まずこれ当てといて、ダメージある程度与えたところで突っ込ませて、戦闘すれば無事勝利となってます。誰も倒されずに。これで上の方、この勢力多分いなくなると思うので、経験受け取るか、何かしらのユニットもらうか。あ、いなくならないな。少なくともこれは敗北になるから、経験だけもらっときましょうか。うん、このキャラそのものが仲間になるかと思いきや、このキャラそのものは仲間にならない。で、上の方、4つほど勢力がいなくなった。あとは、まあ今ここ方位やってるけど、もしかしたらもう一個の方が本拠かもしれないんで、そちら側。いや、こちら側本拠だな。まあ一応上も行っときます。さて、ここ、いよいよ攻撃が可能となっている。もしかしたら最後かもしれないんで、マニュアルで見ておきましょうか。どういう感じになるのか。いやー、長かった。そして城壁が結構、そして また隠ついている、結構な高さの城壁。それがどう影響するのか分かんないけど、多分投石はお金がなかったか出せなかったのか。敵も何か異形の生き物みたいなものがいるけど、
うん、これで負けたら笑っちゃうけどね。大丈夫だと思いたいけど、敵が前に寄ってきてる。防御強化、回復かな、何かプラス効果やって、で左側何かしら悪い効果とか、またプラスの効果、多分この左上今表示合わせてもされないけど、確かなんか一定ターンで敵にダメージ与えるみたいなね。また包囲の時にも何か有効だったはず。この城壁とかは分からないけど、まあ、このソーランの地のマーク、これに関してはこのマップ特徴的なやつで、まあ、30% の確率で味方がね混乱するみたいな内容だったはずです。さてガンガンとやっているけど、うん、なんか2つ消えたね。まあ、城壁なくなったから消えた可能性もある。スタンとかなんかそういういろんな効果食らってるんで問題なくいけるのかどうか。うん、なんか厄介なのが、気持ち悪いのが来てるけど前に。こっち側はまあ天使系のユニット多いんだけど、この辺なんか変な強いのが5体ぐらいいるのかな。5体1セットのなんかユニットが勝手にね登場してたから、それ使ってるけど、うん、今1部隊倒した、手前がもう1部隊倒した。ちょっとこのカクつくのは多分グラフィックボードの性能じゃなくゲーム的なことだと思うけど、そんなにねグラフィックボードが悪くなってるとか CPU が悪くなってるとかではないので、うん、いい感じにダメージ与えつつ、弓も未だに活躍している。倒した、うん、手前側も終わってる。ソーランの地抵抗した、多分レジットしたとかそんな感じか。このソーランの地のねマーク、これ今のを見るとなんだろう、敵も食らってんのかな。敵の方にもなんか抵抗したってのが出たように見えたけど、多分抵抗したは英語でレジストとか書いてあったものをね翻訳すると抵抗したになるんだろうね。うん、なんか前の方頑張ってるユニット倒されなければいいけど、高低差あるからちょっとねどのユニットを指してるのかが分かりにくかったりする。前の方入り込んでるのがすごく硬い。うん、いいね、魔法か何かでガンガンとダメージを与えている。いや、これをさ自分で操作するのはすごく大変だよね。さすがにこれを自分でできる気はしないわ。地味に手前側に引き寄せるような戦い方をねするという手はあるんだろうけど、うん、敵の多分大将が移動中とかになってた、やけど食らいそうになってたけど抵抗している。いいね、でも最後の戦いにふさわしい、まあ、最後かどうかわからないけどね。何かもう一つを見つけなきゃいけないみたいな条件があるんだけど、それがどこにあるかがわからないので、今のところ5つの勢力、それ倒すのは終わりそうなんだけど、もう一つの条件が分からずで、なんか普通になんか勝利条件、別の勝利条件満たしてクリアできそうな気配もあったので、まあ、そのあたり実際どうなのかも分かってないけど、このねこのストーリー系ね、うん、ある程度倒しててる。そろそろ敵回想してもいいんじゃない。こんだけこんだけねボロボロの状況であるならば、うん、なんか回想してるっぽい、なんか手前側に移動してるように見える。奥の方はまだ回想してなくて、手前側はもう回想してるかのような、なんか逃さんと言わんばかりにダメージを与えている。
うん、よし、さあ敵の大将はどこにいるかちょっと気になるけどね。敵の大将が見当たらない。うん、多分退却したのかな今のは。敵の大将が、ということで敵全滅させて、こちらが一部隊倒されたのみ。さて敗北。ギルダーコイルの探索なんでね、まあこれ今5部隊上倒したんだけど、ギルダーコイルというものが見つからないので、まあこれ、このフリッカーの話を聞くと何かしら出てくる。ギルダーコイルを手に入れる。ギルダーコイルの発見、発見になってるね。まあなんだかよくわからんが、これクリアなんじゃない。うん、よくわかんなかったけど、まあ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 、だいたい4時間かかったかな。ちょっと一方向しか攻めなかった序盤はね。それによって長引いた。また途中引き返しもあったんで、そこら辺も良くなかったかもしれない。全体見ておきましょうか。自分らがこちら側、この下の方で、まあ上の方もちょっと全部見れるような状況じゃないけど、まあこの辺りで見ておきましょうか。あんまり綺麗に動かせないけど見ておきましょう。自分ら最初4位ぐらいで、5位とか6位とかになっている敵の方がやっぱり動きが早い。まあ、黄色い勢力が途中なんか襲ってくる気配があったので、まあ、それで一旦引き返したりとか、ここら辺の防衛をね、上の方固めたことによって、時間が無駄にかかったかのような、そんな状況でした。まあ、だが、ある程度は、まあ、一回クリアなので、そこの点はね、悪くはなかった。二回か三回ぐらいはフリーズしてたのかな？その点は辛かったけどね。まあ、一つ前は3回目でようやくクリアだったんで。だんだんゲームに慣れてきたかなっていう気がする。さて。徐々に。まず上から行こうということで、右上から進んでいるかのような状況。この自由都市が、なかなかその従属とかがね、外交できなかったので、そこら辺でもね、一個一個潰さなければいけなくて面倒だった。上の方消えたね。条件満たして消えたかのような状況。で、この辺りから、まあ、この辺りになんか必要な敵がいたんだけど倒すべき。そうするとこの黄色がいなくなるっていうね、要素があったんだけど、そこ行くの、この黄色のところ通ろうとしたら敵がやってきて、逃げて、で、さらにそれが襲ってきそうな気配があって、みたいな感じで、部隊集めて、だけど敵もまた逃げていったみたいな。そういう流れが途中あったんで。で、仕方ないということで、西側経由で上行って、ここの敵倒して、ここが黄色消えて、みたいなね。流れになってます。いろんなことができるようになって、わかるようになって、楽しみが増してきたかのような。そして、クリアも比較的容易に、時間は今回かかったけどね。ちゃんと両面からも部隊を、6部隊かける3セットで、6部隊と言わないか、6ユニット3部隊で行った方が良かったかもしれない。もしくは、それにプラスアルファね、多少つけて。というわけで、こんな感じでクリアとなってます。いや、よかったよかった。一発クリア良かったけど、4時間は長すぎた。Thus, by the hands of the Shudrai, さて、何かしら、ギルダーコイルが回収された。シンプルな説明で終わってる。多分これあんまり関係ないと思うんで適当にやってるけど、何かしら見た目変わるものぐらいのね、何かしらのアイコンがアンロックだから、何も考えずに進めてる。ということで今回この3が終わって、次回はこの4、またどういうね複雑なルールがあるのかも含めてまた次回やってきますので、興味ありましたらチャンネル登録して次回以降の動画もご覧ください。ではでは。